夏の自分の位置も確認できたから、うん、とてもいいペースできてるんで、自分でスタートする時期を決めれたっていうのは、あのどういうやり方でもね、ちょっと違ったら合わせられるかな、はい、医学生のための YouTube 塾。こんにちは、みずきです。今日はですね、大阪梅田校のテッドさんちょっとお越しいただいて、これまでの期間どうやって勉強してきたかとか、これからどうやって勉強していこうかっていうのをお話を聞いていこうかと思います。ではまずは簡単に自己紹介からお願いしたいんですけど、じゃあ川野さんからお願いしますか。国立大学卒の一郎です。川野さん、はい、お願いします。では石井さん。はい、国立大学卒業で国士浪人1年の石井です。お願いします。お願いいたします。2人とも国立大学ですね、はい、で一番目ということで、はい、立場が同じなんですね。立場は近いということで、まあ、ここに来て初めましてだったんですもんね。3月、はい、4月の時点で、はい、めちゃくちゃ仲良しになってますもんね。そうなんですね。まあ、実はもうあのお二人だけじゃなくて他に生徒さんもいらっしゃるんですけど、みんな仲良くやってて、ね、覚えましく見てるところです。川野さんがちょっとお聞きしていこうかなと思うんですけれど、はい、今までどんな勉強をしてきて、去年こうだったけど今年はこういう風にしてよかった、もしくはもうちょっと腰欲しかったとかだったら教えてもらいたいんですけど、いかがですか。去年は実習があったので、はい、そうですね、実習をやりつつの勉強のところが、今年は4月からもう完全に勉強に集中してできたのでよかったなと思ってます。去年は実習は何月までありましたか。9月ぐらいまで。9月ぐらい、はい、秋ぐらいまで。秋ぐらいまで。そうか、結構長い、まあ、どの大学も一緒か。大体そうですよね、はい、実習っていうことで言うと石井さんもそうですか。そうですね、大体それぐらいまでありました。はい、ありました。同じか。それまでやっぱり実習があったら出席しないとそれだけで留年になっちゃうじゃないですか。そうですね、課題もあり発表しの、はい、で卒業試験とかもあったわけですよね。それがなくなってやばい人はタガが外れてそこで羽ばたいていってしまうので、気づいたら2年3年経ってたみたいな人もいるんですけど、模擬試験等々受けてみてどうでした。去年本当に実習で手いっぱいで、模擬試験もこの時期とか受けてなくて、はい、去年受けてないんですね。そうなんです。そうか、なのでこの時期に受けることで夏の自分の位置も確認できたからよかったなと思います。うん、もちろん僕も点数偏差値を知ってるわけですけれど、うん、まあ、このままあれが国家試験だったら当然のように受かってる点数だったという、まあ、お二人ともそうなんですよね。これを偏差値で言うと、みんなが勉強してガッと上がっちゃったら偏差値が相対的に下がってしまうから、そこを今後頑張って勉強していきましょうっていうことになっていきますね、はい、石井さんもいかがでしたか。去年の今頃と比べて、はい、今までと比べて、はい、どんな違いがありましたか。私も同じように去年は実習で忙しかったので、忙しかったっていうのもちょっと言い訳なんですけど、やろうと思えばできたし、みんなちゃんと実習がある中でやってはいたんですけど、私はもう動画講座もあんまりちゃんと見てもいなくて、まあ、見てもあんま分かんないしなと思いながら、気づいたら秋になってた。実習が目の前のことに追われて日々疲れて家帰って寝てたら秋になってた感じで。それは全然大変でしたね。あんまりなんかいろんなこと同時にできなくて、はい、いう感じだったんですけど、今年はもう国試の勉強だけをすればいいっていう環境なので、ここに来て座って動画とかしっかり見て、結構落ち着いて勉強ゆっくりできたっていうのは良かったなって思います。いいですね。はい、環境が大事だったということですね。はい、そうです。気分転換どうしてますかっていうのは難しくない、うん、はい、っていう。はい、川野さんは実はねアルバイトしてます。ちなみにどんなアルバイトですか。カフェの店員してます。あら。まあ、カフェの店員とかそんな時間が取られないようなところでねアルバイトしたり、まあ、僕の場合は週2で筋トレしてたりとか、当時は浪人生の時とかやったりしてリズム作ったりしてっていうので結構いいんじゃないですかね。はい、ただ今後はね減らしていかなきゃいけないかもしれないの で、ね、はい、結局追い詰められると勉強しかやれることがなくなってくるから逆にいいかもしれないですけど、徐々に勉強しか増やしていっていけるといいね。はい、石井さんはどうしてました。
気分転換あんまりなんか気分転換してますみたいな聞かないですけど けど私お笑いとか好きだし、お笑い芸人の YouTube 見たり、最近はドラマにハマってなんかそういうのを見て楽しんでたりとか。じゃあなんかどっかに行ってとか時間を区切ってみたいなっていうよりかは、疲れたなっていう時に動画を見たりっていうので気分転換って感じですね。家帰ってから一人の時間を楽しんでるみたいな感じ。なるほどね、はい、それいいですね、はい、週1ぐらいでご飯食べるとかも。確かにそうです、そうです。なんか受験生っぽい、すごい、はい、ご飯食べに行くのが気分転換っていうのがもう受験生の鏡みたいな。なんかね、浪人してると楽しみが本当になくなってくるけど、で周りが、あ、そんなことない？そう、はい、大阪に住んでるんで、友達もみんな大阪に私がいるっていうのを伝えるとみんな連絡くれたり、はい、わら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 やってくれるんですか？そうです、私を求めてやってくれるんです。それで飲みに行ったりご飯食べたりとかはしてはいる。それプラス予備校の友達ともお昼の息抜きは一緒に行ってるので楽しいです。はい、っていうのも今ちょっとやべえかなって思ったのは、動画とか見出すと常に見れるじゃないですか。気づいたら時間解けてるってよくあると思うんですけど、はい、そうじゃなくてちゃんとこの場所とかで区切ってやれてるっていうのがすごくいいなと思って、川野さんも時間で区切られるわけじゃないですか、まあ、この時間はこの場所にいる、でそれが終わったらこっち来るみたいなので、一応場所が移動すると気持ちもリセットされるので、ちゃんとこの教室は勉強するところで、他のところは勉強じゃないところっていう風になったら、ダラッとすることがなくなってくると思うので、はい、とてもいい息抜きの仕方をしてるんじゃないかなと2人思うので、受験生の皆さん試してください。楽しい息抜きの仕方です。なんか動画をこうダラ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  YouTube 見るっていうのはあんまり良くないですね。動画見るにしても、例えば生放送だから絶対この時間とか、それだったらもう確かに、その時その瞬間じゃなくて見れないとか、オリンピックの間ありましたし、そういう時だけとかにしてもらえればギリセーフ。動画を今見なきゃいけないっていう状況だから、結構僕が介入するっていうのはそんなに多くなかったかもしれないですね。問題演習を一緒にやってて、それを確認して、じゃあ自分がここが苦手だろうから、お二人ともここが苦手だろうからここにしとこうねとかで見直して、分かんなかったらもう一回ちゃんと質問してねみたいな感じなので、結構終わってることが多かったかもしれないですけど、こっからっていうのは秋以降はその問題演習ばっかりになってきて、もう覚えられないとか、どうやって覚えればいいかわからない、解説にこんなこと書いてあるけど本当にここまで覚えるのみたいな、そこら辺が結構出てきたりすると思うんですよね。でそういうところはどういうふうに勉強していけばいいのか、予備校のテキストに戻るにしてもどういうふうに戻ればいいのかとか、あなたの場合はここは覚えなくていいよっていうのはもしかしたら出てくるかもしれない、でもここまでは頑張ろうねみたいなのが出てくるかもしれない、そういうのを一人一人分けてお伝えすることができるかなと思うので、そういうふうなことをやっていけたらいいなと思ってます。これからの勉強の仕方として、例えば川野さんだと今クエスチョンバンクを全問やっていこうっていうふうになってるんですけど、 QB をやってる方もみんなわかると思うんですけど、紺色、水色、オレンジ、ピンクみたいなのが4色ありますよね。で、二重丸が紺色で、丸が水色で、三角がオレンジで、ピンクがバーツみたいな、そういう風になってるんですけど、バッテンを国試直前までには 5% 以内にしましょうっていう風に生徒さんには頑張ろうねって言ってます。でも実際それも理想なので、もうちょっと上がっていいと思うんですよね。で、バッテンっていうともう問題間違えましたっていうことで、で三角のオレンジっていうのは答え合ってるけどなぜか覚えちゃってるだけとか、もう問題の景色ってありますよね。問題の景色見ただけで、あ、答え B なんだよなって分かっちゃう、でもなんでかっていうのがちゃんと出てこないみたいなのが三角にしといてもらえたらいいなと思うんですけど、多分今後三角がいっぱい増えてくると思うんですね、秋以降とかね。それをね、どうしていきましょうみたいな感じですね。自分の三角の付け方が甘かったりした時に、丸だけど本当は丸じゃないようなところを見逃しちゃうんじゃないかなっていうところがあって、去年も一応一通り目を通してしまったので、もう答えが大体分かってしまう、この問題なら解けてしまうっていうのもあったりするので、そういうのが本番で違う形で出た時に解けるのかなっていうのもある。確かにね、ありますよね。この問題はできるけど違う聞かれ方したらどうすんねん。解決策としては、まあ、選択肢一個一個を吟味してちゃんと一言二言解説自分なりにできるようになるかとかですね、例えば治療法とかね、術式とかがこう書いてあって ABCDE 答えが E7 は分かる、
じゃあ A、B、C、D のこの術式は何の疾患の治療でしたっけっていうのだけでも簡単に言えるようになってくると結構力ついてきたなっていうふうになると思うので、そこを目指していきたいんですね。もしくはアセスメントができてない可能性ありますよね。この文章を見てこの疾患だって分かるから答えがいいですっていうふうに分かってるかもしれないですけど、じゃあなんでその疾患って分かったのって聞いた時にあんまりうまく言えないとか、特異的なところ1個だけ覚えてて実はこれもこれもこれも特異的なんだけどそこを覚えてなかったとかっていうのが出てくるかもしれないので、そういうところを一緒にこう詰めてやれるといいですね、はい、なので自分一人だと丸にして拒否って言っちゃってたかもしれないところとかも一個一個見ていって、で実は自分ができなかったみたいなところが僕としてやって発見できるといいですね、はい、でどん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 詰めていきましょう。お願いしますお願いします。いや、石井さんとしては今後は結局やることは一緒だと思うんですけど、現状の悩みだったり不安だったりっていうのはありますか？私は今年から教材を変えたので進捗が他の生徒さんよりも遅くて、まだ私動画を見てる状況で、それもちょっと焦らないと言ったら嘘になるっていうのはあります。あれ、石井さんでも別に遅くないんですよ。そう、そう言ってくださるんですけどあの嘘だと思ってるそんなことはないんですけど今月中にマイナーが終わりますよね。で、10月頃に散布承認まで終わる感じです。散布承認はもう終わってる。散布承認終わってるし、マイナー今月で終わるし、やるとしたら甲子衛生。甲子衛生も去年のメデフォー見てたんで。うん、はい、ってことは今月中で。中国とか休憩とか。はい、もうちょっと残って10月に食い込むかなって感じです。そう、ね、これ結局そしたら9月中に終わるといいなですよね、まあ、もしかしたら10月にかかるかもしれないけどっていう、はい、ちょっとマージンをもうちょっと取ってね、実はもうちょっと遅れたって大丈夫でしょうっていうふうにはしてるはずなので、はい、となってくると他社さんとかに行くと大体10月頃までは授業をやってたりします。そうなんですか。結構普通の授業をやってたりして、はい、10月11月ぐらいからいわゆるその直前講座みたいなのが始まってくるんですね。10月の下旬とかから始まってきて、まあ、11月12月はもう直前講座で、はい、1月は本当に総まとめ的なのをやってるっていうことが多いので、そう考えると別に遅くないどころかやっぱちょっと早い、ちょっと早いんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。なので、はい、全然気に病むことは全くないです。とてもいいペースできてるので、川野さんが早く見えるかもしれないだけです。そうなんですよね。そうなってるように見えるだけです。なるほど。相対的に、ね。大丈夫です、はい、さっきも話ありましたけど世の6年生6回生たちはまだ実習、ようやく終わったぐらいかな、かその時期ね。今日は撮影日が9月20日なんで、はい、もう今週来週ぐらいで終わって、で学校によっては6年生のオスキーとかがあったりするからテストだとか卒業試験だとかって言ってる時期のはず。それを考えたら集中できるし、それしかやることないから逆に難しいっていうところもあるかもしれないですけれど、いけるんじゃないのって思っちゃいますね。メディエならではっていうと、まあ僕が言うのも変なんですけれど、まあ、集団講義じゃないから自分のペースでできちゃうわけですよね。それだとタクロと一緒じゃんっていうのもなくはないんですけど、もし拓郎だったとしたら、他の予備校だったとしたらっていうことと比べてメディエだったから良かったのかな、今のところでもいいんですよっていうのがもしあればいかがでしょう。じゃあ川野さんから。私は一つ拓郎より良かったなと思うのは、ここに来てスイッチ切り替えて勉強のスイッチを入れるっていう切り替えになったのが一つ良かったかなっていうのと、他の予備校と比べて良かったなって思うところは、自分がもともと使ってた教材を使ってっていうのができたので、新しくまたノート作り直してとかすることがなかったので、続きの勉強って感じで勉強しやすかったなと思ってます。例えば他の予備校さんだとしたら、この時間に何をやってとか、何時に来て授業があって、で欠席しちゃったらとかっていうのもあるかもしれないんですけど、僕自身やっぱ大学通ってる時とか他の予備校さん通ってる時にそれが結構ストレスになっちゃったんですね。でそれであのリズムを作れるって人ももちろんいるので、それは絶対ダメとかではないんですけど、その点いかがですか。私はアルバイトしてるので他の予備校さんに行ってしまうとまた時間が増えてしまうので、はい、アルバイトをしながらっていうのもできるっていうのが
よかったなっていうのと、あとはたまに大学の方に行ったりとかもしたかったので、そういうので休むってなっても自分のペースでそのまま大学の近くに行って勉強でも大丈夫っていうこともあったのでよかったです。ちなみにアルバイトは何時？アルバイトは早朝で、早朝今はやってるんです。ね、すごいですよね。噂によると6時ぐらいから9時から10時ぐらいやってますね。すごいですよね。はい、早朝にアルバイト行って6時10時でやってて、そのまま来てもらってっていう感じでしたもんね。はい、すごくいいリズムなんじゃないかなって思って、それができるのも、まあ、宅浪かうちかじゃないと多分できないと思うので、はい、いい感じに勉強を継続できるし、ストレスがより少なくできるかなと思ったのでですね。じゃあ石井さんいかがですか？はい、メディエの始まる時期が4月の7日ぐらいでした。4日の月ぐらい、はい、合格発表が終わってから4月1日から自宅で勉強してもいいけど、別にその校舎が開くタイミングから始めるのでもどっちでもいいよっていう風に小森さんに言っていただいて、私は合格発表終わってから校舎が開くまでは絶対に勉強しないと決めて、そうだ、はい、決めていたので、4月7日ぐらいまでもう思う存分寝て遊んでしてたので、それは他の予備校とは違うというか、自分でスタートする時期を決めれたっていうのはすごく良かったと思うし、しかも私ここに通うために引っ越してきたので、一人暮らしをしてるんですけど、もう1ヶ月に1回ぐらいのペースで発熱したり風邪ばっかりひいて体調を崩してたりしてたんですけど、そういうのも都度都度調整してくださったりいうのとかも良かったです。あるんですけど、直前期の1ヶ月とか2ヶ月だけはなんかすごい頑張ってて、でその時の記憶で全然動画バーって一気に本気出せば見れるみたいな自信がある状態で4月来たので、はい、なんか最初松森さんと計画立てた時に、なんかそんななんか2コマとか言わずもう5コマぐらい余裕で見れるんじゃないですかみたいな感じで、なんかそうでしたね、はい、なんかそうなんですよ。僕と松森さんの中でざわついてましたそうなんですか、そんなこと言ってるけど大丈夫かなみたいな感じになって、絶対無理だと思うんですよねみたいなのを松森さんと話したの覚えてます。そうなんです、はい、っていうのもあって、最初はまあちょっと多めに4コマぐらいで計画立ててもらってたんですけど、もちろんじわじわ遅れていって毎週のように修正していただいて、すいません今日も終わりませんでしたみたいな感じでやっていただいて、今は2コマとかになってるんですけど、うん、いいと思いますよ、はい、なんかそれも分かってよかったなって思います。この直前期のこの切羽詰まり感ってやっぱ普通じゃないですからね。そうですね。それをずっと1年間続けるさすがに厳しいし、やっぱ4月ってなんか悶々としてるじゃないですか。あと10ヶ月あるし、はい、なんか貯金あるからいけるんじゃねみたいな。でもミスると大変なことになるからね。もう良かったですよ。逆じゃなくてよかったな。なんか1日1コマも難しいですとか、3日で1コマですとか、まあ、いるんですよ。やっぱちょっと気分持ち込みすぎちゃっててとか。間違いない。うん、はい。それでもう全然進められないですっていう人が立ち直れずにっていうこともまああったんですね、正直。なので最初それぐらいやる気があって、まあ後から長時間差で2コマ3コマとかになっても全然問題ないから、それで行こうかっていうふうに松森さんともお話したから、4月5月に、はい、どういうやり方でもね、ちょっとうちだったら合わせられるかな、はい、どんな人も大丈夫ですよっていうことですね、うん、本当にそういうことです、ね、川野さんも逆にあれですもんね、そんなに動画を視聴しないっていうスタイルで来てましたね。そうですね、とりあえず一周見直すって感じです、うん、あとはキュービーと期待ですって感じです、うん、ですよね、はい、石井さんは新しくやるから仕方なく見直しているっていうところあるんですけど、川野さんの場合は去年やってたのそのまま引き続きですもんね、はい、だからもうすでに自分が書き込んであるものをとりあえずバーっと見て、気になったらちょっと付け出すとか、なんか書き物あったわとかだったら付け出すぐらいなんて、どういうやり方でもいいと思いますし、これを大丈夫ですよって言ったり、それはまずいんじゃないっていう助言ができるのも卓郎だとちょっと難しいので、メディアに頼んでもらってね、やってもらえばいいんじゃないかなと思います。大丈夫だよって言われると安心して勉強ができます。僕は川野さんでちょっと不安があるのが、それでほうけてしまわないかなって、それだけ心配でしたね。あ、私大丈夫なんだって遊びに行かれたらどうしようっていう心配は若干そういうことがあるかなとちょっと思ったからそれだけ心配なんですけど、今のところ模擬試験の数字を見てても大丈夫そうだっていうところもあるから、頑張っていて最高ね、なんかもう1回2回ぐらいちょっと受験までに取れたらいいなと思います。はい、
大阪梅田校、こんな素敵なお二人が通ってくださってますということで、これを見て通いたいなと思った方は概要欄に僕が貼ってありますので、どうぞご覧くださいということで、新さん、川野さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。